私の出番ね。ロザリアを連れて行ったあの怪物、体に災いの木と同じ模様があった。災いの木に行けば何かわかるはず。ロザリアもきっとそこに。またこの怪物、やっぱり災いの木と同じ模様がある。ロザリアをどこにやったの？大丈夫ですか？加勢します。あ、ありがとうございます。変身した。趣味の悪い能力ですね。一瞬で終わらせます。ロザリアの居場所教えてもらうよ。私だって戦えるんだから。もう守れない。私は森を仕方ない。己の意志を守りし者。私に構うな。私がお守りいたします。希望の光はまだ。ここで決めるよ。私は新たな道を歩む。私に構うな。
に戻った。この怪物、不思議な能力を持っているようですね。あ、私はアリサです。あなたは？エリカです。エリカさん、助けていただいてありがとうございました。気にしないでください。それより、あなたはなぜ襲われていたのですか？わからないんです。でも、あいつらに友達を連れて行かれちゃって。とっても大切な友達を。そうだったのですか。でも絶対助け出します。私いつも助けてもらってばかりだったから、今度は私が。わかります、あなたのお気持ち。私にも大切な人が、守りたい人がいますから。友達ですか？友達という関係ではありません。でもその人のためだったら何でもできる。そんな風に思える人がいることはとても幸せなことなのでしょうね。へえ、なんかいいですね、そういうの。ありがとう。エリカさんとお話ししたら元気が出ました。じゃあ私行きますね、友達が待ってるから。はい、お気をつけて。いい人だったな。よし、私も頑張るぞ。